井上さんチャンネルで出てきますよね。そうビギニーなんで、これを2つ折りにラインをしたら、ただ話をしながらもぐる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 ただ回してるだけ。ひたすら巻いて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 ってなったら、一回ここで指を2つを入れて、はい、この1本上斜めくるくるくるって絞りながら、ね、くる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 ってやって、そしたらまたこれが斜めにつる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 、そう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 、はい、これをくるくるってやれば今、はい、これがほらこうなる、おこうに絡めてやるだけ、あでここのところでこのまんまにしておくとほどけちゃうから、はい、これ一個ずつを縛ってあげる、こんな具合に一本ずつをこの向きでほらで片側、はい、もう片側、ほら、はい、そしたら2つ2回これを回してあげて、だから縛ってるんじゃなくて絡ませてる、絡ませてやる、ね、絡ませることで強度を出しますよ、まあ、結んでないってことですからね、そうこれだね、すごいこと、これだけ、で、もう必ずあのダストボックスこれ持ってて、はい、中には入れましょう、ボックス捨てましょうって、ね、はい、こんなこと釣り場にはゴミは捨てないようにですね。でこれ先端のところが輪のままだから、はい、まあここを2回ぐらい結んで今、うん、今輪じゃないですか、輪のまんまなんで、はい、このところを2回ぐらい入れてコブを作ってあげると、あまあ外したりするときにすごく楽です。ああ、はい、はい。ああ。で、絡みやすいときはこれ、ちょんって切っちゃえば頭が出る。で、穂先の付け方ですね。穂先。まあ、穂先は、まあ、うん、まあ、各社この竿はこういう竿なんだけど、あれがないかな。あのビリアンタイプ。これ、ビリアン。ね、ビリアン。ビリアンタイプですね。ああ、そのハードです。ビリアンタイプの場合は、はい、これが結び目があるからこのまま1回でいいんだけど、はい、このままやれば普通に入るじゃないですか、このままずっと、でもこれを結び目をなくしてこのままもう1回入れてやる、はいはいはい、はい、あえ、うんうんうん、それでこうに絞ってあげればこれで2回回すってことですよ、これでもうするもうこのところでしっかり止まりがあるんで、これで外れることはここがなくても大丈夫、はい、で取るときは引っ張る、そう普通に外れる、あなるほど、そうそう、だからだからコブを作らずに縛る方法ですよね、これはこれをだからこうこうに土輪みたいにして、はい、結びそこでこのまんま入れれば普通の縛り方だけど、はいはいはい、この結び目がない時にはこれを一回この中で一回この中に入れてこの中に入れてあげる、そうするとそれだけでいい、それだけでいい、これをプッとここに入れるだけ、そうあれそうなんだよね、なるほど、なかなかねなかなかね、うん、1回はここに入れてこれが短いから、あもっとリリアンが短いんで長いリリアンのここで1回入れて、はい、こういうふうにここに入ればいいんですね、それでですね、そうそう、あ、まあ、さっきの使ってもらえばいい、通常の金属じゃなくてリビアンタイプの時はそういう結び方もありますっていうことですね、あーすごい、調子が違うっていうのは振り込んでもブレるし、なんでかっていうとこれをしっかり出してない、あー不審者のこういう感じ、節が こういう感じになって、こういう感じ、半端な状態でこういう感じ、だからこういう感じでふわっと出してるだけだから、あー
もうこれだけでもゆるゆるなんですね。これだと竿の調子って絶対出ない。あもうしっかりと1本ずつ節っていうのはこれしっかりねじりながら出す。軽くやればこれでしょ、しっかりやればこれだけ入るんだ。あーまだまだ伸びる。そうそうそう、これの調子とこれの調子で全然違う。なるほど。だからしっかり出すっていう。あーはーはー、この状態じゃなくてこの状態にする。ぐいっとひねって、はい、これがねコツで、コツ結ばないこと。結ばない、結ばないっていうのはこの状態で、はい、編んでる。ああ、結ぶって一回結ばない。あ、結ばないんですね。硬くなりすぎちゃう。へえ、これでまあ10回とかね。あ、そんなに。そう、へえ、まあ、だんだん目印もYouTube やるようになってすごい大きくなって。そうです、井上さんそんな大きいの使うんですかってよく言われるんだけど、これかなりこのサイズで、うん、かなり大きさですね。そう、もうこれでもねダメなことがあるね、見えませんとか。これ10回ぐらい編んだんですね。そうです、これが10回。うわー、で、こうやってね10回ぐらい編んでいけば、色はだから自分の好きな側に、はいはい、でラインさえ貼ってればここに。あー貼ってないと。そう、顎でいつもね押さえながら。あー顎で、それにしても大きいですね、目印大きい、うん、これ見えるように出血大事なんです。これはよく見えそうです。ダメなのもっとペタッとすれば。そうですね、ちっちゃすぎましたね私のは。これで飛ばさなきゃだから大変なんだよね。針が弱くなったからね今だね。そうそうそう、あ、針が弱かった。そういうこと、弱いから今こう結べなかった。普段はねあの下に置いちゃうからもう簡単にできるんですよ。顎で組んでおいて、でこれやったら1回だけ、1回結ぶだけ。これも2回やってた。これで弱いなと思ったら少し強めにキュッてやるだけでこれの加減が変わるから。ああなるほど。でこれは全体的に持って上げる、はあはあ、全体的に持って上げる、それ全体的に持って上げるっていうのが。しかも上の方持っちゃうとこれは止まっちゃうから、ほら。ああ、だから下側の方から上げる、編み込みから、ね、編み込み下側の方から持ってやると緩むから。ああ、これです。こんなしっかり結んでたんですね。ちゃんと動かない。なるほど。これはすぐ動いちゃうんで。ああ、なるほどね。本当もう軽くピョンってやっただけなんで。たまに編み込むぐらいで。はいはいはい。でも4回ぐらいですよ、編み込み。それで大体交換を頻繁にするからラインって痛むんで、はいはい、それでこれ竿尻ぐらいのちょっと下ぐらいのところで、はい、切っちゃいます。10センチぐらいピッて。あ、もう竿尻から10センチぐらいにですね切っちゃう。それでなんでかっていうと、ここのところに寄り戻しヘラ用の小さなのがあります。こういう小さなね。こういうの使ってるんですね。リスト分割になるんですね。そうそう、これしないと舌が痛むんで、どうしても交換に手間が食っちゃうし。これはね普通にダブルクリンチ1回通してもう1回通して2回輪に通して、これがねだんだん年とともにね年とともに一発では決まんなくなってくるんだよね。これはね YouTube 見てる人もね、今うなずいた人は私に近い年齢だね。私はもううなずきます。いやいやいや見えないです。でこれ2回通しましたから、はい、今通しました。通したらこの本体の方に1、2。あ、そっち巻いちゃうんだ。そうそうそう、ちょっと待ってね、もう一回やらして。もう一回寄り戻し上と下ハリスとラインの方を開けます。これは2回ですね。2回輪を2回、同じ方向を2回入れてあげると、同じ方向に2回。ほらこうになりました。はいはい、こうになったら今度はこのところ
少しここも開けながらね、開けながら、開けながら、開けながら、ここを1、2、3回したら、これ今開けてやるって言ったじゃないですか、ここ、ここの真ん中、するとこの1本と内側の1本の間を入ってくる、これ。で、どういうことになるかっていうと、このままツツーってなる。そうすると、こういう風に入る。しっかり。しっかり。今マスクしてるからあれだけど、こうツバでつけてギューッと絞ったら、このところを2回ぐらい上を、普通の結びでいいんで、ずれないように。ラインって動くのがすごく嫌がるんで、嫌がるっていうのは摩擦ができるから、そこから切れてしまう。だからこれがもう絶対動かないよっていうように2回ぐらいこの入れてあげるっていうことですね。ガッチリガッチリ、これで下側ができましたというか、これで上のラインができましたというですね。これと反対にこっち側、作ってあげれば、私の場合はね、下とね上がね一緒なんですよ、合計が。ハリスも約70センチぐらい、70センチ、まあ7、80センチですね。7、80センチ取ってあげたら、同じように、これね、まだパチンって今切りつけてね、でこれをポンってこの余分なラインを切って、止まったところは切って、でそしたら今度は下、そうですね、分ける、分けてるんですね。なんか通しでやったら惜しいですね。で1回2回ってしたら、また輪をこれ、このところ1、2、3ってやったら中へ入れてあげて、中へ入れてこのまま絞ると、中へ入れて絞るということです。はい、になりましたよね。はい、ただこう2回ぐらい米結びですね。ということで両方一緒。かなりきっちり。これでもう頑丈に。これで大丈夫。すごい。こんなこと人生でしたことありませんね。ないですね。だから人よりも交換は頻繁にする、下のラインで。ここからだからラインをどんだけ出すか、50センチ出すか。ハリスも1だから11、細くしない。通常昔だと細く細くって言うけど、細くしない。もう自分の場合は同じあれで、どこが切れるって言ったら結び目で切れるんだよ。だからそんなに気を使わなくても結び目で切れますよと。もう散々使っちゃったんで、もう少なくなってますね。そうで、よくね、針っていうのはこの軸っていうんで、ここの部分が細いやつと太いやつがある。でも細いやつってすごく刺さりはいい、でも細いっていうことはやっぱりそれだけ負荷がかかりやすい。太いやつっていうのはもちろん太いから丈夫、じゃあその区分けをどうするのって言った場合に、やはりタックルだから竿が穂先の方がしっかりしてれば、太軸のやつもしっかり入る。合わせっていうんで、魚が食った時にガンって合わせるから。細いやつっていうのはもうストンって入るから、だから穂先がそこまで強くなくても入ってくる。では竿ってすごい硬いのから真ん中から柔らかいのあるよって言ったから、ありますね、柔らかいやつで太い軸をやって、なんで刺さらないんだろう、バレるんだろうって言った時はバランスが悪いと思ってくるわけ。そういうことですね。そうそうそう、針とのバランス、だからよくバレるって言った時には、そのラインの仕掛けと、要するに竿の仕掛けとその針のバランス、ここがちゃんと整ってないっていうことで、この針っていうのは自分で好きなものを使えばいいんだけど、その中で
今日はこの竿を使おう、これは今回真ん中のぐらいの硬さだとか、はい、そうなった時にじゃあそれが合うかって言ったら、はい、やっぱり硬い竿だったら太い軸でもいいけど、あ、うん、その辺のバランスを考えないとダメに、はい、あ、バランスなんですね、バランス、針もバランス、そこまで考えてませんでしたね、ラインの太さだけで考えて、そうです、水準のそうじゃないね、なんでバレるんだろうな、そう、結んでみますね、結ぶのはフィンガーノットなんで、これ1回輪を作ってあげて、はい、少し大きめに作りますけど、あ、大きい、でここに結んで、はい、置いてあげてね、この1回回して持っていると、このまっすぐ下のを1回回して、はい、今持ちましたという形です、はい、持ちましたね、はい、その状態でこのラインをこのラインとこの針の軸を一緒に巻き込むという感じですね、はい、こういう感じで、これがまあ12、3回やれば12、3回、うん、なぜかっていうと今回1号でやや、うん、細いっていうのかな、あ、うん、すっくりさせるためにこれ、あ、細い時はいっぱい巻いた方が安心なんですかね、まあ、気持ちの上で気持ちの上で、でこっち側の初めの方の一個引っ張って、はい、あとはこちらが上にグーッと引き上げるだけ、あ、こういう具合にね、はい、あ、きれいになってるから、そうですね、しっかり結ばさって、これを徐々にまだしっかりしてないんですよ、これを徐々に上げて、ここで水につけて、もしくはつばでつけてからギューって引っ張ってやるよ、針の結びも水つけてやるといいんですね、あ、つける、とにかく結束部分には水を、もしくはつばをつけて摩擦抵抗を軽減してあげるっていうのが、結び目は全て濡らすということですね、そう、で、重りは皆さんいろいろだと思うんだけど、はい、私の場合はゴム針っていうものがあって、まあこう真ん中にゴムが貼ってあるやつで簡単に取り付けができるように、あ、いいですね、意外と浅いところもニジマスの場合はですけど、はい、まあ、重みにしたいので2つとか3つとかつけます、あ、うん、このぐらいの流れでも3つぐらい平気で、今 2B ですけど、2B3つぐらい、 2B3つで、うん、なぜかというと餌も大きいんですよね、あ、でこの感覚っていうのは今針からこれじゃないですか、はい、針からだいたい25とか重りまで、そうそうそう、まあ25とか渓流ぐらいの感覚しか取らない、それは場所に応じて、あ、今これは水深が渡ってきてあまりないので、浅かったですね、そうそう、あまりいっぱい取ると浮いちゃうから、あ、このぐらいにで2個あで3個あんまりそんな簡単につけれるんですね、そうということで、この余分なやつも剥がすかな、余分なラインも綺麗に余ったところは切って、これで完成とです、あー、しっかり、はい、あー、かなり丈夫そうですね、なるほど、はい、まるでテレビにやってるみたいありがとうございます、本格的にやってくれましたよテレビ撮影、俺はありがとうございます、本当に良かったじゃないですか、重り3つ今つけられてましたけど、うん、同じやつを、例えば大きさ違うやつだったらつける順序ってあるんですか、ああ、別にね、この順序っていうのはそんなにも、重いのを下にするとか、なんか、うん、軽いのを下にするとか、なんかなんですか、石の細かさとかいろいろあるんだけど、それはそんなにも気にしなくてもいいと思う。1個だけだったら、そうですね、私はいつも下の方がやや軽めがついてるみたいな。上の方がちょっと。そうです。それで、これが石が細かいようなところは、こうにつける。離してて。そう。なんでかっていうと、下のがこうに重り、下のが石にかかりそうになると上のが外してくれるんですよ。だからこういうやり方もしたりする。だから全てがこうに使うわけで、うん、重り、せっかく重りっていくつかつけるんだから、はい、これの中で工夫すればいいだけ。あ、こうにやった方が根掛かりが少ないやって言った時はこのやり方。だから幅広く取る。そうかといってこのぐらいになってくるとアンバランスになっちゃうから、うんうん、だからこの辺が難しい。そうですね。まあ
だからこの間隔っていうのが、うん、まあ1センチぐらいこんな感じだったんですね。これは勉強になりますね。それが勉強になる。ねえ、本当にね、うん、はい、勉強になりますよこれは。はい、はい、はい、ありがとうございます。お勉強中です。お勉強。まあとりあえずそれが今仕掛け編です。はい、ありがとうございます。素晴らしい話が聞けました。うん、そうなんだ。もうポケットの中にいろんな仕掛けがあって、あ、はじかばりですね。はじかばり。はじかばり。これはここでは活躍、これオッケーなんですよ。オッケーオッケー。かじかもやるんで、あ、まあそのうちアップしようかななんて思ってます。なるほど。かじかばりもお持ちでした。そうです。さすがでございます。あんなに何回かやってるだけでも、うん、はい、そうですね。まだそんなには分かんないけど、いくらか痛み始めて、あ、はいはいはい、根がかりしてないですよ、はい、根がかりしてないけど、ほら、いくらか痛み、そう、ね、だから人間からは分かんないけど、ラインの方は多少こうにゃって擦れながらなんか、あー、なるほど、だから下と上が交換が効く、あー、それで交換性にしてるんですね。今度は少し流れが速くなり始めるんで、まあそこを過ぎてからですけど、今度は少し、早いので3つを同じにします。じゃあこのここは大したいないんで、はい、あの奥にいるかもしれないから、2本ぐらい奥、ね、向こう側の粒子を狙います。向こう側の粒子狙ってます。うわ、あー、外れた。今のはいいサイズ。今のすごかったですね。いたね、いたね。だから今は外しちゃったけど、結局あーにじっくり流すのが大切な。多分皆さん来るとこんなに重り、あの水深があまりないから、あまり重りつけないと思うんですよ。あー、そうですね、うん、それでファーッと、例えばここだったら 2B が1個だよとかっていう流し方すると思うんだけど、はいはいはい、もう重たい重りで、重りを操作しちゃう。あー、だから置く、上げる、流す、置くとかっていうのも故意的にやってるだけ。へえ、うん、その中で斜めにして誘いをかけることもあるし、あ、またあの大石のところにまたがせるときはちょっと上げといて、またスッて落として、あ、そこで止めるっていう、重りをコントロールして、重りのコントロール、餌というよりも重りのコントロール。なるほど。